こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、ウクライナのゲーム配信者 GTA を実況配信中にガチの砲撃が始まってしまう。なんかウクライナのゲーム配信者がゲームを配信してたらガチの砲撃が始まってしまってる動画が話題っちゃん。ちょっと早速その様子を見てみて。あなたはビデオゲームを楽しくストリーミングしていて突然ボーム。Снимаю, это все красиво. То есть, конечно же, они еще. Блядь! Блядь, нахуй! Блядь, иди сюда, блядь! Блядь, иди сюда! Блядь, сюда иди, блядь! Смотри, бабушка, смотри, бабушка! Где бабушка? Коакнай, коно ото.ドーンってでかすぎやろもん。でもこれが今のウクライナの現実なんよね。日本人が忘れてはならないのは今もロシアとウクライナで戦争が続いているということ。常日頃仕事に追われ平和に暮らしてる日本人やけん、ついロシアとウクライナの戦争のことを忘れてしまいがちになる。でも今も戦争は続いてる。世界が早く戦争が終わってほしいと願うけども、なかなか終わらない現実。ほんともどかしいし悲しいよね。でも日本人も他人事ではないけんね。今日だって北朝鮮がまたミサイル撃ってきてるやん。なんか日本人もそれに慣れてしまってる感があるけども、絶対に慣れちゃいかんことっちゃけんね、これ。北朝鮮がまたミサイル撃ってきてる状況って、戦争行為よ。日本にいつ他国が侵攻してきてもおかしくないと。怖い現実やけど、日本人はそれを念頭に置いて暮らしておかないかんと思うよ。危機意識を持つこと。地震もそうやけども戦争だって対岸の火事じゃないっちゃけん。とにかく戦争なんかクソくらえよね。ではご視聴ありがとうございました。それでは。